平成30年12月2日王子スタジアムにて2018ウエスト2クラシック関西社会人入れ替え戦 X1X2 入れ替え戦、本日の3試合目になります。サイドワインダーズ対オーパーツ福岡サンズの一戦が行われます。16時50分キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。この試合に勝ったチームが来季の X1 部です。奥側からブラックのユニフォームが X1 サイドワインダーズ、手前側ホワイトのユニフォームがオーパーツ福岡サンズです。オーパーツ福岡サンズキックオフ、サイドワインダーズリターンで試合が始まります。それではここでアメリカンフットボールのゲームの仕組みをご紹介いたしましょう。アメリカンフットボールは1個のチームと4チームに分かれます。両チームはボールを振り出しに落とします。パス不成功。キャリア27番ナイスラン。パス成功、パスダウン。クォーターバック4番プレイアクションからワイドレシーバー1番にパスを通しファーストダウン、ギャンブル成功。成功、3点獲得。オーパーツ福岡33点、サイドワインダーズ0点。門限ファースター。4番 QB ドローで中央突破、そのまま独走状態になりエンドゾーンタッチダウン。オーパーツ福岡サンズ6点獲得。パス成功、ファーストダウン。中央へのランプレー、キャリア1番大きく前進。スロットバック19番リバースプレーにより右奥展開、ファーストダウン獲得です。福岡ナイスディフェンス。再び中央へのランプレーでしたが、これは福岡14番がチャージし、むしろロス。キック失敗、攻守交代となります。ターンオーバー。クォーターバック4番ハンドオフウェイから自らキープ、しかしこれはほとんど原因なし、中で倒れたので時計回り続けます。福岡2ターン、ナイスリターン。パス成功、タッチダウン。クォーターバック4番、エンドゾーンに目がけてロングパス、ターゲット2番、このパスをキャッチしエンドゾーン、タッチダウン。パス成功。インターセプト。今回ファーストダウン。スペシャルプレー、クォーターバック4番、ワイドレシーバー1番にパス、このパスを1番がキャッチ&ピッチ、ピッチを受けたバックスが独走状態になり大きく前進、ファーストダウン。タッチダウン。クォーターバック4番、エンドゾーンに向けてフライパス、ターゲット16番がこれをエンドゾーンでキャッチ、タッチダウン成立で6点獲得。クォーターバック4番、パスを投じようとしましたが福岡44番がブリッツし QB サック、大きくロス。パス成功、ファーストダウン。パス成功、ターゲット24番、ファーストダウン獲得です。ギャンブル成功。インターセプト。クォーターバック4番のパスを福岡21番がインターセプト、攻守交代です。ターンオーバー。中央へのダイブプレー、ファーストダウン獲得です。キャリア58番。パス成功、ファーストダウン。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック4番、パスを投じようとしてスクランブル、サイドラインだぞ、ファーストダウン。中央へのランプレーでファーストダウン。パス成功、タッチダウン。クォーターバック4番、スパイクすると見せかけてプレーを展開、右へ流れながらワイドレシーバー5番にパスを通し、5番がそのままエンドゾーンに入りタッチダウン。サイドワインダーズ6点獲得。オンサイドキック、オンサイド失敗、福岡の攻撃となります。福岡ファーストダウン。ここで試合時間がなくなりました。試合終了です。サイドワインダーズ7点、オーパーツ福岡サンズ22点でオーパーツ福岡サンズの勝利。オーパーツ福岡サンズ X1 昇格です。オーパーツ福岡さん万歳。